皆さん、こんにちは。最近自身が逮捕されている様子をインスタライブで配信していたことで話題を呼んでいるラッパ、リッキー・ダディ・ダーティ。リッキーは飲食店経営者の女性に首を絞めるなどの暴行をした疑いで今月14日逮捕されました。沖縄署によると、関係者から店の従業員が首を絞められたり殴られたりしたという通報があったといいます。この事件に対して元嫁クランさんが言及していたので、その発言について見ていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。それでは早速、リッキーとクランさんの結婚時代から見ていきましょう。クランさんは真田丸や朝ドラ夏空での名演が話題となった草刈正雄さんの愛娘。そんな彼女はラッパ、リッキーと結婚していた過去がありました。しかし現在は離婚しています。一体なぜ離婚したのか、説明しなくてもなんとなく想像はつきそうですが、クランさん本人が話していたためご紹介していきます。2019年7月10日、リッキーが逮捕された事件が起きました。クランさんの内縁の夫でラッパーのリッキーこと下田武藤リッキー容疑者が、2019年7月4日午後7時40分頃、知人男性2人を殴って怪我をさせ現行犯逮捕されたのです。日本人の父とケニア人の母を持つ彼は、6年前にもクランさんへの DV で逮捕され、覚醒剤の使用も発覚し、刑務所に1年服役。出所後の2018年12月、2人の間に第一子が誕生し、事実婚をしたこともあって、夫婦は円満ぶりをアピールしていましたが、付き合い始めて4年が経ちますが、実はことあるごとにリッキーと別れようと思っていました。今までずっと彼からの DV に怯える日々を過ごしてきたんです。これまでも彼に別れ話を切り出すと、こいつ子供を殺して俺も死ぬなどと頭がおかしいことを言い出すので、私は躊躇して別れることができなかった。 DV 被害に遭った女性がなかなか別れることができないという話をよく聞きますが、リッキーは典型的な DV 夫だったのですと、事件に至るまでの夫の行状を赤裸々に明かしていました。クランさんに包丁を突きつけたり、携帯を壊されバキバキに割られたことも数回あったそう。直接的な暴力より家の中のものを壊したり、すごい剣幕でバリ雑言を浴びせてきたそうで、言葉の暴力がひどかったとクランさんは語ります。それでも刑務所を出た後は別人のように変わってくれたようなのですが、クランさんの妊娠が発覚した5月頃からリッキーはまた少しずつおかしくなっていったようです。出産時、私は夜中に破水してしまったので、寝ていた彼を起こしてどうしようと相談したのですが、あ、俺が寝起き悪いの分かってて何起こしてんだよとブチギレられて、私は一人で病院に行って入院出産をしたんですと出産当時の様子を語っていました。子供との生活が始まると、リッキーの DV は日に日にひどくなっていきました。育児や家事を手伝うことはなく、食事も洗濯も全てクランさん一人なのに、リッキーは些細なことでも激怒していたそう。例えばクランさんがシャンプーの詰め替えを忘れていると、てめえ何やってんだよ、お前子供ができたからって家をおろそかにすんじゃねえよと言って、リッキーは壁をバーンと殴って物を投げていたそうです。耐えに耐えかねたクランさんが一度外へ逃げようとしたことがあったといいます。その時にはリッキーに腕をつかまれ押し倒されたそうです。もしこの子を抱いている時だったら本当に危なかった。だから私は我が子を守るためにも彼が寝るタイミングを見計らい逃げるしかない状況でした。リッキーは飼っているボクサー犬のカーターにも暴力的だったので、避難する時は一緒に連れて行っていましたが、ここ1ヶ月はタイミングがなく逃げられない状況が続いていたのですとクランさんは語ります。どうしようもなくなったクランさんは実家に助けを求めました。駆けつけてくれたクランさんの母がクランさん宅のインターホンを鳴らすと、すごい剣幕で怒鳴り散らしていたリッキーの態度が急に変わり、あ、お母さんと笑顔に。しかしそんな母の前でもリッキーは平気で切れるようになっていったようです。特に7月に入ってから事件を起こすまでの3日間は
飲酒量が尋常ではなかったといいます。一晩でキャバクラを3軒はしごしたり、家では空になった日本酒の一升瓶や缶酎ハイのストロングゼロが10本くらい床に転がっていたとのこと。水も一切飲まず、寝ては起きてすぐ酒を浴びるの繰り返しだったリッキー。クランさんは自殺するつもりなのかと思うほどだったといいます。もともと彼はお酒を全く受け付けなかったのに、出所してから少しずつ飲酒量が増えていった。美味しそうにたしなむのではなく、意識を飛ばすために無茶な飲み方をしていた。彼自身、ストロングゼロってさ、めちゃくちゃ覚醒剤に似ているんだよね、飛び方が、って言ってたことがありますから、薬物を止めて酒に走ってしまったのでしょう、とクランさんは当時のリッキーの様子について語りました。そして逮捕までの3日間、リッキーは起きている時はずっとシラフではない状態でした。事件当日の午前3時か4時ごろ、そんなリッキーに叩き起こされ、そこに立てと言われ、延々と説教を受けたクランさん。育児と家事に忙殺された上、まともに寝ることもできない私はもう無理だ、限界だと思ったそうです。でもここで逃げたら子供に危険が及ぶ、パニックになってしまったクランさん。そしてリッキーが寝静まったので、荷物をまとめて実家に逃げました。しかしリッキーはクランさんの実家に突撃、門を開けて侵入し、玄関扉をガチャガチャ鳴らして、クランどこにいるんだ、親父を出せよ、とわめき散らしたそうです。不在の父に代わってクランさんの母が2階の窓から、帰ってください、警察を呼びますよ、と言いました。するとリッキーは、親父はどこにいるんだよ、あいつが帰ってくるまでここから動かねえからな、警察でも何でも呼べよ、と挑発してきたそうです。クランさんは事務所や弁護士と相談し、110番したそうなのですが、警察が来る前に彼は姿を消してしまっていました。そうしてリッキーが向かった先で事件は起きてしまいました。リッキーはクランさんのマネージャーが働いていた事務所を訪ね、クランを出せ、社長を出せ、と叫びながらスタッフに殴りかかりました。さらにディスプレイとして置いていたウイスキーをラッパ飲みすると、こんな脱税服売ってんのかよ、と残ったお酒を商品の洋服にかけて台無しにして、椅子をぶん投げ暴れたそうです。ところがパトカーが到着したことに気づいたリッキーは、お前ら絶対何も言うなよ、もし話したら全員殺すからな、と脅し、スタッフの住所が書かれた身分証の写真を撮ったとのこと。なので警官に事情を聞かれても、スタッフたちは黙るしかない。このようにリッキーは自ら社長と名乗り、社内ミーティングをしていただけと嘘をつき、ごまかそうとしたようです。一方、実家にいたクランさんのもとにも現場の様子が伝わっていたので、クランさんは警察の方に、スタッフは脅されているだけですと訴えました。再度リッキーとスタッフを別々に事情聴取しようとしたところ、リッキーが再び路上で暴れ、現行犯逮捕となったようです。最終的に暴行を受けた20代の男性スタッフは鼓膜が破れ、片目が開かずに神経が傷ついた状態。もう一人の30代男性も全身打撲の上、殴られた片目が腫れ上がっていたとのことでした。この逮捕をきっかけにクランさんとリッキーは離婚、そしてリッキーは今回また逮捕されてしまいました。この再逮捕についてクランさんは、何がしたいのか私にはもう分かりません、何度も同じ過ちを犯して本当に学習する能力がないんだと思います、自分の軽率な言動でどれだけの人を巻き込み裏切り傷つけているのか、今度こそその身に刻んで覚えてほしいですね。被害に遭われた女性の気持ちに共感できます、何か力になってあげたい気持ちでいっぱいです、とコメントしています。いかがでしたでしょうか。リッキーは度重なる逮捕のたびに MC ネームが変わると言われていますが、今回はどうなるのでしょうか。また判決に関しても現在情報がなく、再び出てくる可能性も残されています。今後も目が離せませんね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。